はい、こんにちは、116ウィンズです。ワールドシリーズついに始まりましたね。今日はドジャースが8対3で初戦を取りまして、1988年以来のワールドチャンピオンに向けて好発進を切ったんじゃないでしょうかね。今日の試合に関しては本当にドジャースが攻守に強さを発揮した、そんな試合になりましたね。レイズが何か悪かったというよりもドジャースが本当に今日強さを遺憾なく発揮してレイズを圧倒した、そんな第一戦になったんじゃないでしょうかね。 NLCS 第7戦で喜びすぎて肩を痛めたベリンジャーが先制ツーランを放って、で守備面ではホームランをキャッチしたりと、本当に肩を痛めてるのかと思ってしまうぐらいの活躍を見せましたし、また1番打者のベッツも走塁面でレイズをかき回せばさらに自分もホームランを打ってしまうというリードオフマンとしてこれ以上にない働きを見せましたので、ドジャース打線の強さを非常に感じる一戦となりました。ただ今日は何よりカーショーが素晴らしかったですよね。ポストシーズン弱い弱いと言われがちなカーショーですけれども、今日は6回2安打1失点8奪三振ときっちりゲームを作りましたし、また球数も78球ということでシリーズの後半に向けて余力を残したという点もドジャースにとっては大きかったんじゃないでしょうかね。カーショーはこの試合が始まるまでポストシーズン通算での防御率が 4.31、まあ、レギュラーシーズンでの通算の防御率が2点台前半ということで、そもそもが良すぎるというところもあるんですけれども、ただシーズンのカーショーと比べますとポストシーズンのカーショーというのは少し打たれているというイメージは多くの人が持っていると思いますし、またワールドシリーズでの通算も1勝2敗、防御率 5.40 ということで、カーショーというピッチャーの素晴らしさは誰もが認めるところだとは思うんですが、ポストシーズンではシーズンほど圧倒的な成績を残せていないというところがいろいろと批判されるところもカーショーあるわけですが、今日の登板に関してはいつものカーショーらしい、そんなピッチングだったんじゃないでしょうかね。今日は速球とスライダーのコンビネーションが非常に機能していたなというイメージがありますね。実際投球全体の 85% を速球とスライダーが今日占めていまして、で初回はちょっとコマンドに苦しんでヒットとフォアボールを与えたんですが、2回以降はほぼ完璧なピッチングで結局6回までレイズ打線を1点に抑えることができました。で投球のほとんどが速球とスライダーが占めていると先ほど言いましたが、カーショーといえばやはりカーブボール、時折カーブも混ぜまして、まあ、15% 程度なんですけれども、速球とスライダーとは少し細めのボールも混ぜることで今日はレイズ打線に的を絞らせなかったのかなと思いましたね。特に2回以降はスライダーが非常に機能していまして、空振りも面白いぐらい奪えていましたよね。今日の空振り率もなんと 50% と非常に高い数値を残すことができました。でレイズもこのカーショーに対して全く無策だったわけではなくて、スタメンには6人の右打者を並べたんですね。普段だったらスタメンであろうオースティン・メドウズとチェジマンを今日下げまして、代わりにヤンディ・ディアスとそれからハンター・レンフローを先発させて、スタメン9人中6人が右打者ということでカーショー対策をしっかり行ってきました。で実際初回先頭のディアスがカーショーの外角のボールをうまくライト前に運んで、早速この右打者を多く並べたスタメン機能したかなと思ったんですけれども、2回以降のカーショーは内角を非常に厳しく今日は攻めましたね。こちらがカーショーの今日の右打者に対するヒートマップとなるんですけれども、右打者のインコースにかなり色がついていることがわかりますよね。特にインローですよね。インローが非常に赤くなっていまして、まあ、今日のカーショーこの辺りのゾーンに結構スライダーを使っていたんですね。このボールがかなり効果的でして、レイズの右バッター非常に対応に苦しめられていた、そんなイメージがありましたね。そしてカーショー今日8つの三振を奪いましたが、うち7つは右打者、そしてさらにそのうち6つの三振は右打者へのインローへのスライダーによるものでしたので、決め球としても有効だったのが個人的には非常に良かったんじゃないのかなと思いましたね。レイズの対策を全くものともせず、レイズ打線を封じ込んだカーショーの今日のピッチングが本当に素晴らしかったと言わざるを得ないような内容でしたし、まあ、レイズとしてもこれだけカーショーが良いとさすがに攻略するのもなかなか難しかったでしょうね。実際カーショーが降板した後はドジャースのリリーフ陣を攻めることもできていましたので、そこまで悲観的になる必要はないのかなと個人的には感じています。そしてもう一点、これは試合前に ESPN の記者であるジェフ・パスさんが触れていたことなんですけれども、今日の球審との相性がカーショー良かったんじゃないのかという話もあるんですね。今日の球審ラズ・ディアスという方だったんですけれども、結構ゾーンの左右が広い審判らしいんですね。カーショーポストシーズンではストライクゾーンが広めの審判の時の方がパフォーマンスがいいとパスさんがツイートしていまして、今日実際にその通りになりましたよね。またディアス球審のゾーンの左右が広いという特性を理解して、もしかしたら今日はスライダー主体のプレートの左右を使ったピッチングをして、実際に6回1失点という好投につなげることができたのかもしれませんね。
対照的に今日のレイズの先発タイラ・グラスナーはプレートの高低を使うピッチングをする選手なんですけれども、低めの際どいゾーンをなかなかストライクと取ってもらえなかったりと、まあそもそもコマンドに苦しんでいたところもありましたが、審判の判定というところも少々辛かったイメージがありましたので、もしカーショーが今日の球審の特性を理解した上でスライダー主体のピッチングにしたのであれば、これはなかなかのファインプレーなのかなと思いますね。でこちらが今日のカーショーとそれからグラスナーの打者が見逃したボールの判定となるんですけれども、カーショーは今日そもそも空振りでかなりストライクを奪っていたところもあるんですが、今日のピッチングの生命線ともなった右打者のインローも結構安定してストライクを取ってもらえている、そんな図となっていますね。で一方でグラスナーはボールがそもそも結構荒れていたというところもあるんですけれども、図を見ていただければわかると思いますが、結構ストライクとボールのまあボーダーのようなところのゾーンであまりストライクを取ってもらえていない、特に左打者のインローあたりはこの図を見る限りはストライクに見えてもおかしくはないんですけれども、まあ、それが結構ボールになってしまっていたりと、審判との相性という面でもちょっと苦労していたんじゃないのかなと思わせるような、そんな図となっていますね。これのいくつかがストライクとなっていたら、今日のグラスナーは5回途中6失点6四球と、まあ、投球成績だけ見ればかなり荒れた内容となっているんですけれども、もう少し楽なピッチングになっていたかもしれませんね。こういった部分の差も、まあカーショーももはやベテランの選手なわけですけれども、経験の差というところが今回はカーショーにもしかしたらプラスに働いたのかもしれませんね。ということで今日の第一戦、見事なピッチングを見せたカーショーですけれども、次の登板が非常に大事になってきますよね。ポストシーズンでのカーショーのピッチングをいろいろと調べてみたところ、今日のように6回以上投げて1失点以内の試合の次の登板でカーショーはなんと防御率が 6.07 とめちゃくちゃ打ち込まれてるんですね。もちろんこれにはエースの宿命でもあるプレーオフで短い間隔で投げざるを得ないといった、まあ、チーム事情というところも多分に影響しているとは思うんですが、ポストシーズンでのカーショーはなかなか2試合連続で好投するということが正直あまり記憶にはありませんので、ポストシーズンに悪いイメージがついてしまっているカーショー、このワールドシリーズという舞台で2試合連続で好投すれば、そのイメージもある程度払拭できるんじゃないのかなと個人的には考えています。次のカーショーの先発はおそらく第5戦、もしかしたら第7戦での先発まで見据えると第4戦に中3日で先発する可能性もあるとは思いますが、通常通りの中4日でいけば第5戦の先発が予想されます。ワールドシリーズで連続で好投して、で最後にリングを取れればポストシーズンでのカーショーの見方というところも大きく変わってくると思いますので、第5戦まだ行われると決まったわけではないですが、次回登板のカーショーがどんなピッチングを見せてくれるのか楽しみに待ちたいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。